さて、一つ前の番組にあるように、S 多項式というのは、F と G の、先頭項同士を、キャンセルするようにこうモノミアルを上手に選んでやって、引き算するという、このような形に、定義されているわけです。この番組では、今から、先の番組で、説明したあの実例ですね、この実例です、この実例を実際にあの黒板で、計算して見せることにします。さて、そしたら、今、やった S ペアの定義に従って、次の問題について、S ペアを実際に計算しましょう。まず変数は XY の、2変数で、辞書式順序だとします。でこの時に、まあ、小さいものから順番に並べると、まあ、こんな風になってるわけですね。 y 次乗 y の3乗点点点点、それで、xxy、xy の次乗点点点、x の次乗 x の次乗 y、x の次乗の y 次乗点点点と、まあ、今のレックスオーダーなので、こんな風な順番に並んでいます。で、考える多項式は2個あって、x 次乗プラス、y 次乗引く4と、それから、xy 引く1です。さてと、で、この歴史コグラフィックオーダーで、先頭項はどれでしょう？こっちについての先頭項は、今歴史コグラフィックオーダーで、まあ、ここが y 次乗で、ここが、x 次乗なんですけれども、当然 x 次乗の方が大きいので、こっちが先頭項になります。それから xy とマイナス1を比べたら、まあ、もちろんこっちの方が先頭項になるわけです。で、この時に、S ペアを、S 多項式ですね。S 多項式を計算してみましょう。S の、x 次乗足す y 次乗マイナス4と、xy 引く1です。まあ、これは、この s というのは、sp と書く場合もあると。で、これは、この先頭項2つ同士をキャンセルするわけなんで、最初の方は y をかけて、x 次乗足す y 次乗引く4と。で、後ろの方は、x をかけて、xy 引く1と。こんな風にしてやります。そうすると、両方とも、x 次乗 y、それから x 次乗 y となって、ここの2つは消えてくれます。で、これはイコール、y の3乗引くことの 4y、プラス x となります。で、これ、歴史コグラフィックオーダーできちんと大きい順番に並べましょう。そうすると、x がやっぱり一番大きいので、x プラス y の3乗マイナス 4y となります。それで、この件の名前を、F3 という名前に置きましょう。ちなみに最初のこれが、まあ、F1、それから2番目のこれが F2 という、名前です。さてと。で、次に、F2 を F3 で割り算すると。F3 で割り算と。まあ、リダクションですね。そういうことを考えましょう。そうすると、xy 引く1というのはどう変わるかというと、xy 引く1で、先頭項が x だったので、まあ、イニシャルの f3 ですね。先頭項はこれは x だったわけです。だから、マイナスの y かける、x プラス y の3乗引く 4y と。まあ、こうなるわけですね。そうすると、こことここの項が消えてくれます。で、この結果を書いてやると、まあ、これ、F3 を使ったので、by F3 と書いておきましょう。で、この結果を使うと、結局これは、マイナス1、マイナス y の4乗、プラス、4y の次乗と。まあ、こんな風になります。で、これも、歴史コグラフィックオーダーできちんと並べてやれば、y の4乗プラス 4y の次乗引くことの1と。まあ、このようになるわけです。で、先頭項は、まあ、y の4乗というわけです。
で、これを、まあ、F5 と置きましょう。で、まあ、イニシャルの F5 というのは、マイナス y の4乗というふうになっているわけです。さて、この、F3 のイニシャルの x と、F5 のイニシャルのマイナス y4 乗で、割り切れる弦たちを図示しましょう。だから、x とそれから y の4乗で、割り切れる、モノミアルを図示します。図示します。そうすると、まあ、ここにこう書くことにしますと、こっちがまあ x のべきですね。で、これが y のべきです。で、まあ、ここが1だとしましょうか。それからこれが1、2、3、4で、ここが4だとしましょう。それで、x で割り切れるものの弦というのはちょうど、ここですね。この斜線部。ここに入っているようなべきを持っているようなやつが、x で割り切れると。まあ、だからここが x なわけですね。だからこの辺は x 次乗だとか、ここはその xy だとか、ここはまあ、ここは x 次乗 y だとか、それからここは xy だとかで全部まあ x で割り切れる弦なわけですね。で、青のところが x で割り切れる弦なわけです。それで次に、y の4乗ですね。y の4乗の方で、割り切れる弦を書くと、それはここを出発点にして、こうやって、紫で斜線部を引いたと。で、ここの部分が、y の4乗で割り切れる弦なわけです。割り切れる弦になっているわけです。で、まあ、この紫と青を重なる場所というのはもちろん、どっちの弦でも割り切れると。で、今、F1、F2 という弦を考えてみると、F1 の先頭項はちょうど、まあ、ここにあるわけです。ここが X 次乗のところですね。それから、F2 の先頭項というのは、X×Y なんで、まあ、ちょうどここにあるわけです。だから、F1 も F2 も、F3 と F5 で、きちんと、先頭項が割り切れるという状況になっています。で、実は、ブフバーガークライテリオンを、使うと、この F3 と F5 が、グレブナーベーシスとなります。で、まあ、この、S の、F3 と F5 がこうリダクション F3 と F5 を使って、0に行くということをチェックして、それから、あとこう F1 と F2 とかも全部、この F3 と F5 で表せるということを言えば、無事グレブナー規定ということが言えます。まあ、ここの部分は演習問題ということにしましょう。